ホニコとホニエウソンダ・シューバ・バルボーザは、ブラジルパラー州、マガラン・イースバラタ出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。J リーグ以前は、ロニの表記も見られたが、ブラジル・ポルトガル語により忠実な、ホニで、選手登録された。2014年まで、クルービド・ヘモノ・ユースに所属する。同年3月26日、サンフランシスコ FC 戦で、 トップチームデビューすると同点弾を上げ、1から1のドローに持ち込むことに貢献した、カンピオナートパラエンセ連覇を経験すると、そのスピードを変われ2015年4月22日に、クルゼーロ EC へ引き抜かれる。移籍金は32.1万であるで、2年延長オプションが付帯する3年契約を締結した。クルゼーロで出場機会を得られない中、2016シーズンは、 ブラジルセリエ B のクルービ・ナウチコ・カッピバリービエ、期限付き遺跡。公式戦51試合に出場し、チーム内最多となる14得点を記録した。2017年1月よりアルビレックス新潟へ加入。新潟はクルゼーロに対し400万レアルを支払い、保有権の80%を取得したと報道された。 俊敏性とドリブルの能力を評価され、この冬3人目のブラジル人新戦力となった。3月18日の横浜 F マリノス戦で40分に加入後初ゴールとなる同点弾を上げ、敵地で1から1のドローに持ち込む。5月20日にコンサドーレ札幌をホームに迎えると、56分にこの試合唯一となる得点を記録。ロペス・ワグナー新監督のウィジンを勝利で飾ることに、 貢献した。2017シーズンの結果、新潟は J2 リーグへの降格が決定する。新潟は完全遺跡のオプションを行使した立場を取ったが、翌年1月には、レンタル元であったクルゼーロから、ボタフォゴ FR への遺跡が発表された。新潟からのレンタルという形で、再び交渉が行われたが、金銭面で折り合わず、結局破断となった。その後は、 尾前崎市で行われていたトップチームのキャンプに合流したが、選手登録に向けたメディカルチェック後はキャンプ地に戻ることなく数週間後にブラジルへ帰国した。新潟は3月7日に JFA 3月30日に J リーグへそれぞれ選手登録を完了させたが、本人はその後もクラブへの復帰要請に応じなかった。4月には、 自身がフリーの状態であるとの声明を発表。翌月には FIFA フフによってたクラブとの契約交渉が暫定的に許可されたことが報道された。その後、アトレチコパラナエンセがブラジルサッカー連盟を通じて国際遺跡証明書の発行を JFA へ要請。新潟はこれを拒否し、FIFA フフから発行拒否の理由を説明することを求められ、回答した。それでも FIFA が 暫定的な ITC を発行したことで、7月8日より、アトレチコパラナエンセでプレーすることとなった。新潟は9月14日に登録を抹消したこと、FIFA に対して提訴することを視野に正当性を説明していくことを発表した。この年に、クラブはコパスダメリカーナを制し、優勝メンバーの一員となった。2019年8月7日、J リーグカップ。 コパスダメリカーナ王者決定戦の湘南ベルマーレ戦では56分にゴールネットを揺らし4から0での勝利に貢献した。同年にはコパドブラジルでも優勝。SE パウメイラスや SC コリンチャンスパウリスタといったビッグクラブから興味を示されるが2023年末までアレナダ・バイシャーダに止まる新契約に合意した。二千二十年二月十一日、SE パウメーラ製4年契約で移籍することが発表された。ありがとうございます。